夏美のホタルは森沢明夫の小説。2010年に角川書店から出版された。2016年、広木隆一監督により映画化された。2016年6月11日に公開された。広木隆一監督、有村架純主演。主人公が原作の相馬慎吾からその恋人の河合夏美に変更されている。また、夏美の設定も、 慎吾より一歳年上の幼稚園教諭から慎吾と同学年の写真学生に変更されている。夏美は今はない父親からカメラとバイクを受け継いだ写真学生だ。彼女は恋人の慎吾に家業の作り酒屋を継ぐため写真家になる夢を捨てると打ち明けられて立腹し、翌朝父との思い出の山村に一人バイクで旅立つ。ここの川沿いでホタルのランブに見せられた記憶を持つ。 彼女はテントを張って腰を落ち着けることにした。彼女が生活用品を仕入れにバンジー屋を訪れると人懐っこい店主の慶イはスイカを振る舞いさらに泊まって行けと進める。慶イの老母安江にも温かく迎えられた夏美は慶イの行為に甘えることにした。慶イは近所の子供たちに地蔵さんと親しまれる好人物であり夏美もすぐに打ち解けた。 夏美からは嫌われる、偏屈な武士し、運月にも信頼を置かれるほどであり、恋人を追ってきた慎吾にも落胆をあらわにしたものの、彼にも滞在を認めた。だが病を抱え老母と二人きりで暮らす慶像を危ぶみ、夏美たちは店の管理をも手伝うこととした。日々は穏やかに進むかに見えたが、ある日慶像は病に倒れ入院する。 彼に付き添う野生を補佐する夏美たちだったが、形三の病気は重く、死に至るものとの診断を聞かされる。形三に妻子があったことを聞いていた夏美は、彼らに現状を伝え顔を見せてもらうことを勧めるが、野生はカくクにそれに反対し、なおも食い下がる、若者たちに帰ってくれと言い放つ。だが、実情は、病気に侵される自分を捨て、家族には、 幸福を得て欲しいとの願いを隠していた慶像は、最後には彼らの訪問を受ける。息子の顔を見て、満足げな彼を置いて慎吾は町に帰り、その後、慶像の葬式に顔を見せ、夏美と再会、自分の思いを告げる。それを聞いた夏美は、運月に頼んで慶像に似せた地蔵菩薩像を、掘ってもらい、夫になる男と村を離れるのだった。ありがとうございます。